よし、さあ、ポテトチップスを開けます、やる気、まあなんか映画鑑賞する気満々。ああ、全部読んでくれるやろ。マジかよ。いや、堤哲夫ちゃんはもうズッキーの声でしか再生されんよ。本当に。やだー。荒いしになっちゃう。ズッキーの声なんとかなるやろ。なるやろ。なるやろ。なんとかしてくれ。オッケー。もう後頭部。あーと。やったちゃんが後頭部血抜かれてるし。やったちゃんそうだ。やっこちゃんは前回やったちゃんになったんでしたね。そう、私がやったちゃんやからほんまに。そう、絶対にそうだと思う。髪の長さ的にもね、うん、操られてます。これは操られてます。同じ髪型もアクセサリーも持ってるらしいしね。そうだからもう後頭部打ち抜かれている。これはそういう証拠です。首根っこ、首根っこやったちゃんで、どこまでやったんだっけ。セイマン、あ、セイメン。そう、安倍のセイメン。そうだ、それやったから、こっちか。そう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 。そっちをやらないと、なんか話がつながらんみたいな。うんうんうん。オッケーオッケー。捕まろうが死のうが。シギマハルエ。前回のあらすじ。誘拐事件の重要参考人である白石道夫の自宅を訪れ、彼女が複雑な事情を抱えていたことを知ったハルエとリヒタは、そこで二人の男性と遭遇する。あ、ようやくここも絡むんだね。一体どこの二人の男性と遭遇すんのやろ。楽しみ。見えてる見えてる。ネタバレ。ネタバレすんなよ。ゲーム側がネタバレしてんじゃねえ。でもリヒタとあれだよね。あ、忘れちゃった。ジュン、エリオジュンは同期なんだよ、ね、確か。知り合い、同期。うんうん。白石付近。また BGM 良くない？いい。紹介しよう、マダム。彼らがこの国を守る警視庁のエリート刑事だ。エリートじゃないけど、エリオです。奥さん、よろしくお願いします。ちょっと面白い。で、こっちのいかつい顔の頑固親父が大尊敬する、凄腕警部の堤です。エリオよ、持ち上げるのか落とすのかどっちかにしてくれ。反応困るだろう。まあ、刑事さん。そしてこちらのレディーは僕の依頼人のマダム・シギマ・ハルエだ。彼女の父君は警視庁のお偉いさんなので、君たち粗相のないようにな。あ、そうだったわ、そういえば。え、シギマ、お偉いところ、わかりますか、ボス。目かっぴらいてるし。くそ、そんな上層部の名前なんざ、いちいち把握してね。聞き覚えはあるが。そんなに緊張なさらず。私は私、今回の件は父とは無関係なので。お、だそうですよ。命拾いしましたね、ボス。じゃあ下手しても許されるってことね。助かった。俺に後ろ暗いところがあるような言い方すんじゃねえよ。なんもねえよ。まあ、楽しそうな刑事さん、珍しいタイプね。私の知ってる警察関係者は面白みのない人ばかりだから。はい、俺たち明るく楽しい犯罪検挙をモットーにやってますから。明るく楽しい。そう、頑張って。引いてるし。ちょっと待て、なんだそりゃ。俺初耳だぞ。コントやってるやん。とまあ、確かに珍しいタイプの刑事さんたちだ。おー、そっかそっかそっか、これは。そっか、春江さん視点か、うん、こんなところで立ち話も迷惑かと思ったけど、誰かが出てきたり覗かれたりしている様子はない。面倒ごとに関わりたくないというひんやりした空気を感じる。なぞるな。長年現場で歩き回って捜査してきたタイプの警部さんっぽいな。私が見てきた警察関係者は現場に出ない官僚ばかりだったから、やっぱり雰囲気が違う。足で稼ぐんやろな、自分のなあ。あー、ところでマダム、唐突ですまだが一つ確認させてくれ。はい。あ、呪詛玉持ってるって。呪詛玉持ってます。なんたら本所七不思議の呪いになんか心当たりはねえもんかね。
おっと警部、マダムには。探偵はチートばかし黙っててくれや。俺はこのマダムに聞いてるんでな。ヒュッ、オーケー。どうだいマダム。汗汗。おお、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 嘘ついたらバレちゃうぜ。黙秘黙秘。知らないって言ったらだってあれでしょ、自尊玉反応してブンってなっちゃうもんね。まあ、殺しはせんけど、はい、バレるから、うん、ね。よくわからない。うん、そうか、じゃあいい。悪かったな急に。今のどっちだろう。まあ、よくわかってないのはよくわかってないのはか、どうなんだ。鈴木警部、汗舐めたら嘘ついてるか分かるタイプかな。ペロ、これは嘘ついてる味だってブチャラティみたいに。いやちょっとリアルでそれやったら犯罪なんだよね。やってほしいな。若くてはつらつとした刑事さん、正義感で突き進んでいくタイプかな。あの子も十数年後にはこんな警察官になったのかも。うわ、ああ、周一くん。リヒター、ここへは何しに、何の調査なんだ。リヒター呼びしてんねんや。いいね。じゃあジュンかな。エリオ、そうだね、どっちだろう。言ってみれば警察の尻抜きの類かな。君たちも去年の誘拐殺人事件での不祥事を忘れちゃないだろう。あ、シギマ、そうか、思い出した、去年の誘拐事件。あれ、なんかありましたっけ。バカ、シギマ宗貞官房のお孫さんが誘拐された事件だよ。ってことは奥さん、あんたの息子ってわけか。いや、官房は強いな。あまり報道されなかったけど、警察の判断ミスで救出失敗したっていう。ええ、そこはないない、うちうち。うちうちじゃない、うちうち、うちうちで処理されたみたいだから。どうやら警察内部ではあまり蒸し返したくない事案みたいで。まあそうね、うん、警察関係者、官房のお孫さんが見つからんかったってなったらな。ねえ、大事件もいいとこだからな。警察は何やってんやっていうのもあるし、うん、そのメンツ的なものがいろいろな潰れるんやろうな、うんうん、ね。その後の捜査もお粗末なものだった。だから僕が出てきたってわけだ。そうか、まだ犯人は捕まってなかったか。リヒターはその調査をしていて、それでここに来たってわけか。ああ、誘拐事件に関係していた者がこの辺に住んでいたようなのでね。ん？住んでいた？過去形？ああ、すでに先週亡くなっていた。親族にでも話が聞けないかと思ってね。でも留守だったから出直そうと思っていたところだよ。ああ、なるほどね。がお父さんやんな。そうね、お母さんは入院、あれ入院してるんだ、ね、してるはず。そうだそうだそうだ。で、まああの義理の父がやべえやつで死の原因を作ったんじゃねえかっていう話だったな。そう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 、うんうん、ほい。警察の不祥事と言われるとなんだか面目ないです。誘拐犯も本当なら我々が見つけないといけないのに。いいえ、うちの身内だとも言えるから、あなたが責任を感じなくても。真面目なのね。ああ、まだ喋れる？ああ、これは同じか。テツオちゃん？そういえば、昨晩遅く、この近辺で。これ、キス顔かな？キス顔やな。自慢の。チュエリアもさっきキスの顔してたから。ああ、やっぱ、ここできてんだな。できてるやろな。
やたら目立つ白い服を着た奇妙な男がうろついていたって情報があってな。でしたやね。マシ、ほらんな。え、ボス、まさか。あんただろ、探偵や。やたら白くて奇妙な男といえば、まず間違いなく僕だろ。実際、昨晩遅くもこの辺りで調査をしていたからね。なんか普段と違うような異変はなかったか？なんかジョジョ立ちみたいなポージングしてない？してるよな。いいね。異変か。言われてみれば不審な人物は何人か見かけたけど、さっき呪いがどうとか言っていたけど、うん、香木ともあろうものが一体どうしたんだい？ボス、彼は能力のある男です。事情を話して協力を仰ぎましょう。協力できるかはわからないけど、なかなか興味深い話だ。今、この辺りで何か起こっているのだろう。本庁のあなた方が出てきているくらいだ。まあいいだろう。非常時だ。さあ、どっちが上手かな。ありがとうございます。聞いてくれリヒター、実は今カクカクしかじかで大変なんじゃよ。ほう、呪いの力で殺して再婚を集めると蘇りの秘術が使えると。そのための呪詛玉というものが本所七不思議に紐づいているわけか。にわかには信じがたいが、エリオたちがそういうのなら疑っても仕方あるまい。エリオって言ってんねや。ねえ、エリオだね。ああ、今ここらで起こってる変死事件もその呪いによるものらしくてね。この事態を取り沈めるために貸り主を探して呪詛玉を集めているわけだ。何か情報があったら教えてくれないか。それなら僕の横のまだ、そうは言っても君が大真面目に呪いの話なんてすると思っても見なかったからね。リヒター、この顔見たことないわ。初めて見たかも。あ、キス顔してる、うん、ねえ。やっぱみんなキスしたいんやな。このゲームの人たちみんなキスしたがりだね。貸し主、怪しい人物か。そういえば南割下水通りで中肉中背の不審な中年男性を見たな。なんだかキョロキョロと獲物を探しているような目つきだったよ。ああ、荒石先生のことか。荒石先生かな。うん、ボス、それって、ああ、場所からも多分それは荒石だろうな。呼んだかな。そいつならもう呪詛玉を回収済みだ。用なしやったわ。おお、さすがすご腕刑事だ。すでにいくつか回収しているのだね。キラキラ。他にはねえか。他には特に思い当たらないな。そうか、残念だ。さあ、今の会話でどう感じたんでしょうね、鉄道ちゃんはね。残念だな、マダム。マダム、あ、こっちも見た、ね、他なさそう。僕の横のマダ、あ、あっけー、ナメドリ。なに、こんなところに、すごいぞマダム。こいつはナメドリ、シャープ12、皇帝元ペギー1。なんだそら。あ、うん、つい。オッケー。あ、かわいい。いいね。学ラン来たペンギン。うん、いいね、いいね。え、はい。知り合いみたいだけど、あまり会いたくなかったような感じ。うん、まあ、状況が状況やからやるな。まあね。探偵をやっていると、やっぱり刑事とは縁があるものなのね。そうでもないさ。こっちの彼はたまたま僕と同期の桜だったというだけだよ。同期？ああ、リヒタも昔は警察官だったんです。数年で辞めてこんな家業を始めてしまったけど。そうだったのね。エリオ、君もどうだ。探偵は自由でいいぞ。暮らしの安定とは程遠いが。
もうやめてから2年くらいか。その間連絡もできなかったが、個人事務所なんてすぐ立ち行かなくなると思ってたけど、意外と続いてるんだな。それより警察に戻ってくる気はないのか。こっちはいつでも待ってるぜ。鳥をめでる時間すら持てないものはもう勘弁だ。僕はそっちの世界には向いてないよ。まあね、それでねえ、哲夫ちゃんも離婚してますからね。ああ、うん。いや、リヒター、君の能力はこの社会の平和維持のために必要だよ。そんなことはないさ。僕は今の仕事を転職だと思っている。僕はこっち側から君らでは救いきれない小鳥たちを助けていくことにするよ。わあ、いいな、かっこいいな。まあ警察もなんかこう事件ごとじゃないと動かれへんみたいなところがやっぱりあるから、こう民間に寄り添う、まあ、そういうリヒタさんだよな。はあ、そんな過去があったのね。カイさんが警察官だなんて。誰しもいろいろあって意味がある。まあ有意義な経験だったよ。こういう人脈もできたしね。いい。まあ、警察関係者にな友人おるのは情報収集できるのであれば心強いわな。うんうん。哲夫ちゃんだよな多分。この辺りを調べて貸し主っぽいやつを見かけたなら情報をくれると助かる。ああ、わかった。その時はお伝えしよう。リヒター、もしよかったらこっちの件にも手を貸してくれないか。消息がつかめない人物が何人かいる。人探しは君の専門だろ。悪いが今別の調査中だ。こちらも信用商売のものでね、先に受けた依頼を優先しなければいけない。そうか、悪かったね。それに探偵なんかに頼まなくても組織のお得意の人海戦術があるじゃないか。まあそうなんだけど、なんだか今回の件は一筋縄ではいかない気がして。うん、あ、チェックついた。ってことはエリユかだね。うん、中そういえばリヒター、なんだい。この辺に住んでる関係者が先週亡くなったとか言ってたけど、それってもしかして白石道夫か。そんなこと何やっぱりそうか。実は俺たちも白石道夫の調査のためにここに来てるんだ。なんだと、白石道夫が呪いと関係してるってのか。いや、厳密には呪いの件じゃなくて、ヨシミの事件の方なんだけど。ヨシミ、そうか、ヨシミはじめの件か。ああ、リヒター、同期だったヨシミはじめが殉職したのは知ってるよな。はじめで会ってるよな。はじめだったはず。もちろんだ。惜しい人物を亡くしたよ。ああ、そうか。なるほどね。墨田署の少年係でいいんじゃない。少年係のよしみと白石道夫がつながるわけか。おい待て、それより白石道夫が誘拐事件の関係者ってどういうこった。ふん、これは意外なところで話がつながってきたかもしれないね。うん、不思議だな。ならばここは情報交換をせねばなるまい。教える代わりに、そちらの持っている白石道夫の情報を教えてもらえるかな。ああ、いいだろう。実は、何の話するんだっけ。何？白石道夫の亡霊が城之内を呪い殺した疑いがあるだって。ああ、はいはいはい。これやったちゃんね。そう、やったちゃんがやったやつ。だよな。そんな、まさか。ならば城之内の言っていた通りじゃないか。すごい形相。いや、もちろんこちらだって確信しているわけじゃないよ。ただ目撃証言や現場の証拠を考えるとそういうことに。
その霊感女子高校生とやらが聞いたという証言か。しかも白石道夫は自殺じゃない可能性があるだと。ああなんてこった。だったら何か分かったのか、リヒト。岩井勘吉郎じゃないか。誰だっけ。これがお父さん。ああ、え、な、何が。だったら次は岩井勘吉郎だろう。そうだ。おい、白石家のドア開けろ。中を確認する。あ、もうすでに死んでるかもってこと？じゃない、だから反応がないとかさ。ああ、リヒター、どういうことだ？ボス？すごい顔してる。ボスビビってるんじゃん。勢いに。ああ、大家に許可を取れば鍵は開けられるが。えい、まだっこしい。じゃあ許可後で取っておけ。ああ、走ってった。カイさん？おい、まだリヒター、勝手に行っちゃった。いや、もうこれはもう時間が惜しいわな。なんだこんなオンボルトは。こうしてる。急に乱暴すごいな。やめてリヒター。すごい、人が変わったようだよ。おい、こら、無茶をするなリヒター。お前のそういうところは相変わらず。ほーら来てくれ、これを見ろ。ああ、ああ、しっかりやられてますね。うわ、なんだこの部屋。男が死んでる。おい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 、こいつは白石道夫の父親か。厳密には父親ではないが、状況的にもこいつが岩井勘吉郎で間違いないだろう。そうだね、髪の毛ないしね。検視するまでもなく死んでいる。全身がボコボコに折られているね。全身挫滅？挫滅ってやつか。うん。時間もだいぶ経っている。昨夜のうちにやられたようだ。昨夜か。エリオ、岩井のこの死に方は城之内と同じだったりしないか。そうでーち。確かに。そうでちゅ。城之内も全身に強い衝撃を受けたような死に方だったでちゅ。そりゃどういうことだリボンちゃん。受け入れろ、白石道夫はいる。彼女が呪いの力で自分の人生を壊した大人に復讐しているということだ。そんな、バカな。本当に蘇ったとでも言うのか。そう考えなければおかしい。そしているとしたらきっと今この場所にってこと。いやお久しぶりですね。物語の途中ですが失礼いたします。これは面白くなってまいりました。いや、半年以上ぶりじゃないか、案内に。同じこと言ってるやんけ。面白くなってきたなって。なあ。おい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 、まさか死亡しているはずの白石部長が呪いの力で復讐をしているとは。いや、絶対呪詛玉でやっこちゃんをやったちゃんにしてるはずと思うんだけどな。変えてると思うな。はたまたもしかすると実は死亡していなかったとか。ほう。ここまで進めてきたあなた様であれば、いえ、ケルベロス様であればもうお分かりのことでしょう。久しぶりに呼んでくれたな、その名前。地獄の番犬。そう。ではお尋ねいたします。尋ねられるんだ。この日の朝8時の時点では白石道夫はこの本所地区のどこにいたでしょうか。え、朝8時の時点。ちょっと待って。マジで。ちょ何も覚えてないんです。覚えてないって。一回セーブして。あ、うん、そうね。あのストーリーチャートでちょっと見たいね。見ていいんじゃない。見よう見よう。一回戻るよ。朝8時、まあ明確には分からんけど、あらすじ見たら分かんのかな、何時ぐらいって。そうだね。昨日の朝8時ってさ、この日の朝、うん、だから一回日またいでやから、
予告電話脱出成功。だからこの後さ、うん、なんか記憶ないんじゃない、やっこちゃん。そう、なんか立った状態でなんかさ、はぁみたいなさ、やったから、うん、やったちゃん、はぁみたいな感じやったから、やったちゃん、これ午前2時台だな。午前2時台やろ。自宅前せんのやね。家だ、よかった、帰ってこれた、遠く明るくなれば。この後覚えてなかったはず。そうだよね、朝になったらすぐみおちゃんを探しに行く。今はとにかく早く休みたいで終わって、でそう、この後記憶なかったんやって多分。午前8時台ここだ。どこにいる。あー、いや立ってるわ、自宅前で。ねえ、やったちゃんおはよう寝てるやったちゃん、おーい。ん、あれえ、うん、こういうことだよね。そうだからこの時点で自宅前に寄ったってことやんな。よし、これが見れれば十分だ。ロード、これいや、ちゃんと覚えてた。うん、ということで朝8時の時点で白石道夫がいたのはここだ。駄菓子屋せんのやだろ。ほうほう、なるほどなるほど、はい、正解でございますキロフル様。イエイ、さすがでございます。一発で正解されるとは。いやー、そりゃあな、覚えてたよさすがに。ストーリーチャート見ましたね。ギクまあ死因がそのままですからね、特に気づいていたかもしれません。うん、ではお邪魔いたしました。物語の続きに戻りましょう。まあ、これを分かってた上で進めないと、ちゃんと理解できひんよって、うん、ことだったのね。あんなにわざわざ出てきてくれた。道夫ちゃんじゃなくてやったちゃんがこう乗り移られてやってるよみたいなね。やってるよって。なんだって、そこに白石道夫が。そうですよエリオくん。おお、まだ出しゃばってる帰れ。あんなに失礼いたしました状況を考えたらそれしかないだろう。確かにそう考えりゃ辻褄合うが、この事実にあの子が耐えられるのかどうか。ひとまずエリオ、ここの件本部に通報を頼む。わかりました、通報なら俺に任せてください。ハレさんめっちゃ眠そうね。ずっと半目だと、まあ見れないだろうなこれ、目カッピライってなんて。で奥のさ写真さ全部あるじゃない、ねじまふみちかじゃない。ひえ、ほんとだ、キモい。全部同じ顔してるよな。うん、さて今のうちに現場を調べておくか。これはこれで気になるものだらけだ。いや、なんかめちゃ呪われてる感じするしなこれ。うん、そこに同じ人物の写真がたくさん貼られているけど。ん？おい、待てよこの写真。鉄道ちゃんすぐおい言うな。全部ねじまふみちかの写真じゃねえか。気持ち悪いな。うん、さすがにこの顔いっぱい貼ってあったら、まあこれ全部はちょっと気持ち悪いな。うん。え、そういえば当時よく新聞や雑誌で見た顔。あ、よく見ればここにたくさん貼ってあるの。全部当時のねじま事件に関する新聞や雑誌の切り抜き。なんだそれよ、どういうこと。え、岩井勘吉郎は何かその件について調べてたってこと。どうなんやろうな。ねえ、なんかそういう調べるような感じの人間じゃなさそうやけどな。よく調べてみようか。もうむしろなんか仲間だったみたいなね。あ、留置所にいた仲間みたいな。いや、それはないね。仲間やとしたらバラしすぎやろ顔。確かにこいつの顔はこうですって。ねじまふみちかの写真、タンス、うん、全て同じ人物が写ってる。
これがねじまふみちかか。いやーすごいインパクトだ。これは一度会ったら忘れないだろうね。大丈夫、カイさんもインパクトは負けてないから。おお、なるほど。機内の犯罪者と同じレベルだったか。まあいい方向でね、カイさんの場合はね。まあ目立つっていうだけでやって、うん、まだ調べられるか。雑誌の切り抜きだけじゃなく スナップ写真もある。よくこれだけ集めたものだ。よっぽど好きじゃなきゃここまで集めないのでは。好き、なるほど、ファンだったのか。ああ、ふみちかの。うん、いずれにせよ相当なご執心だったようだね。へえ、タンス見る？タンス？うん、古いタンスだね。警部さん、ちょっと中を調べてもらえるかい？ああ、警察じゃない者が現場に手をつけるわけにもいかないだろう。ああ、偉い。エリオもいねえし、俺がやるしかねえが、開けたくないやろな、多分。怖すぎて。いややろな、ビビってたもんな、出ませんように。タンスの中は普通の衣服だけだな。種類は多くね、ささやかな暮らしが見えてくるぜ。例のお守りっぽいものも ないかどうか探してみたが、なかったな。なるほど、ありがとう。うん、タンスは終わり。切り抜き、窓とかもんのか。窓か。窓は窓が閉め切られていて、日が入る様子がない、真っ暗だ。近所の人の話によると、しばらく前からずっとこんな状態だったみたいだね。ああ。まあ、見られたくないんやろな。まあ、めんどくさいだけかもしれんけどね。この状況だって見られたら、な、勘違いされるやろうし。うん、まあ、確かにな。さあ、他、古い本、床。気になるとこ多すぎてちょっと目移りしちゃうな。引き戸、台所につながる引き戸だ。立て付けはあまり良くない。うん、終わりか。あまり良くない立て付け。うん、古い本、たくさんの古い本が散らかっているね。何の本だろうか。外国語で書かれているものも多いようだ。これを一つ一つ調べるのはちょっと骨だな。ここの本については後にして、先に他を調べよう。そうだね、図書館ロールに成功しても3時間ぐらいはかかるかもしれない、ね。3時間、4時間ぐらいはかかりそうやな。ねえ。あ、でも古い本は最後でいいのか。じゃあ床。うん。しかし、嫌でも目に入るこれは、一体何なんだ？なんかね、魔法人みたいなね。儀式してそうやな。だって、カラスの羽とかさ、うん、あるし。なんか白い花散らばってるし。こりゃ魔法人だな。西洋黒魔術の儀式で使うやつだ。詳しいね。だがこの手のやつはおそらくよくあるまがいものだろうな。そうなの？おお、なんと意外にもオカルトに詳しい警部さんがいたものだ。たまたまだよ。さっき言った霊感少女の方がこういったものには詳しいだろうがね。うん、この部屋でデタラメな西洋黒魔術の儀式が行われていたと。だがこれをやった人物はデタラメだとは思ってなかった様子だね。だいぶ本気度高いよね。うん、うん、でもそんな向きになってまで やりたかったってことやな。うん、西洋黒魔術、魔術は講義？講義、直接読んだら講義じゃない？講義で言えば神秘学の中に含まれ、呪術や占星術などを広く含まれるが、ここでは西洋由来の黒魔術を指す。中世世界においては科学と魔術の境目は曖昧なものであり、超自然的なものを探求するのは正式な学問の範疇だった。占星術は天文学と近しいものであり、錬金術は世間的に認められた学術であり、様々な実験が後の科学に結びついていった。そのような側面の中で、道徳から外れ魔術の知識を用いて悪魔と取引を行うといった、いわば違法な使い道をすることは意味嫌われ、黒魔術と呼ばれた。魔導書は魔術についての手法や教理が記された書物のことで、フランス語でのグリモワールという呼称もよく使われる。
知識階級が様々な学問を学んだのと反対に、黒魔術は庶民の間で広まったと言われている。古い時代、人々は戦争や飢餓、疫病に苦しめられ続けた中で、邪教に救いを求めたのかもしれない。そして異端であったために、正式な学問として伝わることがなく、怪しげな魔導書といったもので残されてきたようだ。ほーん。なるほど。いや、急に出てきたな、西洋黒魔術。な。うん。床はまだ調べられそうだな。見たところ、床の上にあるこれらの道具はずっと前からここに設置されている感じだね。どうやらこの儀式はしばらく前から行われていたようだ。夜中に怪しげな呪文が聞こえていたという近所の人の証言とも一致する。うんうんうん。この儀式は岩井がやったってことになるのか？はー、なんだ？なんでだ？どうだろう。白石家の母娘がということも考えられるが。うん、これ母娘がでいいのかな？ちょっと読み方微妙よ。いや、逆に他なんて読む？ね、ボム。ボムって。絶対違う。爆弾や。親子。ほー。母子やって。母子、ああ、ほんとだね。親子でいいんよ。ああ、じゃあ、ボムではなかったか。ボムではなかったな。惜しい。奥にある本を調べれば、どんな黒魔術をやっていたのか分かるかもしれない。ああ、今、開いてるやつか、奥の。あ、これか。うん。まあ、装飾品とか気になるよな。うん、ね。花。食材や花や文字が刻まれた石などが置かれているな。儀式の道具か。おい、直接触るんじゃねえぞ。ああ、そうか。呪いによる殺害だとしても現場を保存しておかないといけないか。何が証拠になるか分からんからな。鑑識以外が触ると後々面倒だ。うん、まあ、その辺もちゃんと気遣ってくれる優しい優しい優しい、そうじゃん、まじやん。さあ、頭溶けすぎたギャルみたいな。どっちから見る？痛い。切り抜きでもいいんじゃない？オッケー。20年前のねじま事件に関する新聞や雑誌の記事がたくさん貼られている。よほど思い入れがあったのか、これはどういう意図なんだろうか。白石家のやつがねじま事件と何か関係があったっていうことか。あるいは恨みを忘れないようにするためとか。うーん。ああ。突然出てきた、横から。まさかここでねじまが絡んでくるとはな。ん？ねじま事件が何か今回の事案に関係していたのかい？ちょ、そだま持ってんのよ。ああ。このねじま文親が今はすでに仮出国してるんだがよ。ジュソ玉を手に入れて、カシリン氏になっていて、今日の日暮れに呪いで大量殺害すると予告しやがった。え？今、緊急手配中だが、なかなか尻尾をつかませて。なんと、やはり彼が。それはまた穏やかではない事態だ。実は、ここのマダムも、ねじま事件とは無関係ではなくてね。いや、世間狭すぎるだろう。狭すぎるな。うん、そうなのか。そうね。昨夜もそんな話してたっけ。20年前、私が隅田川で旧友の遺体を発見して事件が発覚したわ。ああ、そうか。シギマってことはあんた。あん時の学生さんか。おー、そっか。その絵調べてたのも、哲夫ちゃんだったの、そういえば。そっか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 。つながるね。狭すぎ。うん。俺も調子させてもらったと思うが、本当にお手柄だったぜ。感謝する。まあ、あの時の刑事さんだったの？わからなかった。そうか。そこですでにつながりがあったのか。
マダムはそのために根島文親から恨みを買っていないかと心配していたよ。ああ、そうか。なるほど。そりゃ確かにやべえかもな。あいつ恨みがましいし。せやな。え、やっこさん、誰に入れ知恵されたか、片刃の足の呪詛玉を持ってるらしい。あー、びっくりした。やっこさんって言うからやっこちゃんのことかと思った。やったちゃん、やったちゃん持ってんね、うん、あれね、あの根島文親が持ってるって話よね。そう、うん、そうそうそう、うん、今日日没とともに市民を大量に呪い殺すと脅してきてるんだがよ。何？それに加えて俺個人に対してもお礼マリを企んでやがってな。よりによって俺の娘の命も直接狙ってやがる。なんと、それはますます穏やかではない事態だ。うん、いても立ってもいられないんじゃないかい。ジタバタすればするほど奴の思うツボだ。着実に取り押さえていくしかねえよ。なるほど。岩井が根島と何か関係があるのならば、この部屋に根島文親の居場所の手がかりがあるかもしれないぞ。それに期待してえとこだがな。そうね、こう昔あった情報から今につながる可能性は全然あるしね。あるからな、うんうん、昔関係してたやつらが今ここに集ってるからね。あ、切り抜き記事まだ見れるのか。うん、この数は根島への相当な執着心を感じるね。根島事件の被害者と関係しているのか、あるいはその逆の可能性もある。逆？根島への強い憧れだ。まあなんか岩井勘吉郎すげえ犯罪者顔だし、憧れの方が近い気がするな。崇拝してる感じ。うん、するよね、なんかね。まさか。ああ、終わった。どうする？どっち？まあ、一体とかか。本はさ、なんか英語がどうのって言ったから。そうだね。身元の確認ができるまでは確定できないが、人相からしても岩井勘吉郎で間違いないだろう。こいつ、どっかで見覚えあるな。マジ？前科持ちだったっていう話だから、仇の仕事ではなかったのかもしれない。うんうん。これが呪いの力？人がこんなになっちゃうの？一回大きい衣装を燃やしてるけどな。それは別の世界線ですから。マダム、そんなにじっくりと見ない方がいい。すごい。見てる。マダム。あ言葉失ってるやん。あちゃーみたいな。無残な有様だ。これで終わりか。無残様。無残様やな。で、古い本。このたくさんの古い本、調べてみるか。ケブさん、手袋をするんでちょっと調べても。俺は外国がわからねえからな。仕方ねえ、任す。ありがとう。ペラペラ。ああ、やはりこの本は西洋黒魔術の本のようだ。これと同じような魔法陣が書かれていて、様々な術を行う手順が詳しく書かれている。いわゆる魔導書といったところか。デタラメなものかもしれないが、岩井がそれを見ながら儀式をやったってことか。魔導書の他にまとめられた手書きの資料もある。随分熱心に研究していたようだ。まったく、そういうタイプには見えないが、人を見た目で判断してはいけないと痛感するね。うん。黒魔術の研究をしていた岩井が？何のために？資料によると、ここにある魔法陣は回春術、若返りの黒魔術といったところだね。はあ、自分が若返りたいのか、
あ、まあ自分が真ん中にいるからどうなんだろう、うん、自分を若返らせるの か、ねじまに若返ってもらって、また大暴れしてもらうか、あの頃の殺人をまた見せてくるよって、うん、俺はその時のねじまに憧れたんだって、あの頃のねじまさんに戻ってくださいよ三下すぎるなんで俺こんな三下っぽくなんだよね。三下上手だよね上手。他には蘇生の黒魔術なんていうのも載っている。いずれの術にも生贄を捧げるといったことが書かれている。なんとも物騒だ、はあ、蘇生。用の東西や術の方式を問わず、人々が秘宝を、ね、秘宝に願うものは変わらないようだ。うん、まあ亡くした人を蘇らせたいとか、うん、なんか不老不死みたいな、まあ、そういった関係、命にまあ関係するような、そうね、術なんやろうな。誰しも死にたくない。おや、なんだ、ええー、って書いてある。おや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 、おかしいぞ。おや、どうした。あれれ、こっちの資料は四季の絵だ。どうやら岩井が書き残していたものらしい。ほう、四季だと。なるほど、この男ずいぶん細かく記録を残してくれたものだな。サンキュー。要するにバカだまるで誰かに提出するためのレポートのような。何、いや、なんとも、これは驚いた。何、どうした、何が書いてあるんだ。これはすごいぞ。ざっと要約して説明しよう。頼んだ。これは手記だそう、してるまずやはりこの岩井という男は何年も前から本気で若返りの黒魔術の研究をしていたようだ、うん、この男が黒魔術を。それというのも、その魔術を成功させれば膨大な報酬が得られるかららしい。実際この魔導書を手に入れたことである程度まとまった報酬を得ている。なんだと、なんかどっかで聞いた話だな。そもそもどうやって岩井が魔導書を手に入れたのかだが、服役中に獄中で根島文親から隠し場所を聞いて手に入れたらしい。はーん、はあ、はあ、鉄夫ちゃんも同じ反応してる。なんでそこでねじまが。ちなみに岩井はねじま事件を報道で知った時からずっとねじま文親に対して強烈な憧れを抱いていたようだ。やっぱりな。もはや崇拝と言ってもいいレベルで、うん、こんなに顔写真貼っつけるんだもん。崇拝以外の どれかにキスしてもおかしくないよな、うん、いや、むしろ全部じゃね、全部にチューして回ってたんじゃないかな毎日。うん、左のやつ何、なんかさ、うん、これそれそれそれ、これ春江さんの髪の毛じゃね。あ、春江さんの髪の毛違うかな。崇拝、あんなやつとか。学生運動が盛んだった世代だ。世の中を震撼させる大きなことをする人物に憧れる者は一定数いる。ここにある切り抜きや写真は岩井が当時からずっと集めていたもののようだね。それでたまたま獄中で遭遇したものだから積極的にコンタクトを取ったそうだ。あ、ファンです、憧れてましたって。わかるね、全然理解できねえ。うーん、いやー、それよりもわからねえのが、ねじまが魔導書だと。それが一番気がかりな。そうだね、なんかねじま自体も誰かとつながってて魔導書を渡されたとかさ、うん、魔女なんだっけ、取引だから、あの森山森夏江、そうだそうだそうだ、山森夏江、山森夏江と絡んでんじゃないのかな。もしかしたらね、あるかもね。な、弓岡っていう使い守るしね。え、あいつ悪魔だからな。繋がってきたんじゃない、魔術黒魔術のさ、ほら召喚とか。やっぱそうや、やっぱそうか。なんだ、最初から分かってたじゃん私たち。あいつ使い魔や、うん、
そんなの初耳だが、どういうこった？そう、僕が驚いたのもそこだ。根島文親、なぜあんな事件を起こしたのか、その動機は長年謎とされてきた。はあ、報酬的なもののために動いた。可能性があんのかな。そっか、確かに。だからその生贄をさ、うん、用意したんじゃないの。ああ、はいはいはい。それが春江さんのお友達、うんうんうん、給油を生贄に。給油だって見つかったんでさ、腕だけとかじゃなかったっ。そうだね、腕しか見つかってない、バラバラ事件でみたいな、うんうんうん。いやー、なんとなく繋がってきたんじゃないのこれ。そうだね。ああ、俺も結局そこは腑に落ちね、腑に落ちねままだったが。そして意外と覚えてるもんだね。覚えてるな、うん、おい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 また言ってる、また言ってる、落ちて落ちて落ちて、京子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 、違う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 、まさかまさかあいつ。そうだ、あの犯行は儀式だったのだ、黒魔術のね。いやー、ゆー、この魔導書にも生贄を捧げる方法として根島の起こったなったのと同じ手順が書かれている。なんだと。根島は黒魔術の生贄のためにあんな陰惨なことをやったってことか。そうなる。根島の行った実は蘇生の黒魔術、岩屋のやっていたものとは違うがね。うん、誰か生き返らせたかったのか。警部の話ではこんな魔導書はデタラメのインチキだそうだが、少なくとも根島や岩井は本気でこの通りに行っていたわけだ。うん、蘇りね。くそ、ふざけやがって。あの男が蘇生の黒魔術だと。まあ今回のね、その呪いのその呪詛玉も大量に呪い殺せばその蘇りの秘術が使えるっていう話だから、まあ生贄とまあ同等なものではあるわな。そうだよね、その再婚としてそのカスを集めてさ、うん、カスを集めてたから、うん、だからね、その昔やった犯罪と同じことを今回もやろうとしてるんじゃないのかなって。だから結局その蘇生の黒魔術に頼ったっていうのもあるから、うん、やっぱり何かしらをこう生き返らせ、蘇らせたいっていう思いがあんねやろ。あるんだろうね、それがずっとあるから今回もって話だよねきっと。そうそう、やってるわけで、うん、そのお母さんとかやったりするんじゃないのかな。ママ蘇生、根島には当時蘇らせたい人でもいたのかね。あっ、お、ああ、そうか。そういうことかよ。ちょっと、で、じゃあその顔やめてくれないから、なんか。ちょっと、焦点してるように見える。教えてくれよ。教えてくれ。なんてこった、くそ。どうしたの？根島事件には、当時からずっと非公開とされてきた情報がある。ほう。ああ、ほう。根島の家に強制捜査に行って逮捕した時だが、あいつの家になぜか赤ん坊がいたんだ。赤ん坊？赤ん坊？え？生後半年くらいの女の赤ん坊だが、おぶつまびれでガリガリに衰弱してて、すぐに保護したが今にも死にそうな状態だった。あと少し遅かったら危なかった。その子は根島の子供なのか。やつは逮捕後、その赤ん坊は橋の下で拾ったとか言ってやがった。拾った、捨て子ってこと。うん、子供のしつけで脅かすためにそのようなことを言うのは聞くが、いや、
確かに近年コインロッカーに新生児を遺棄する事件などもあるにはあるが、真偽は不明だ。だが当時は一つ気になる話があってな、うん、心当たりでも。これも有名な話だが、根島には余罪がいくつもある可能性が高かった。当時近隣で行方不明になった若い女性が何人かいたからだ。そうね、だいぶ騒ぎになった。で、同じように殺した。今となっては生贄か？その被害者に、その被害に遭った可能性が高い女性の中に妊婦が一人いてな。え？嘘？まさか？その妊婦を殺して解体したときに取り出された子供の可能性があると。もちろん憶測に憶測を重ねてる話なんで、確定できるものじゃないがね。ただあの男が橋の下でわざわざ捨て子を拾う可能性よりは高えんじゃねえかって話だ。なんかそっちの方がリアリティはある。あるわな。気分が。マダム、しっかり。ちょっと刺激が強い話だったね。いや、だが実際はそうじゃなくて、これでもし奴に蘇生の黒魔術なんて目的があったとするなら、ひょっとすると赤ん坊は奴の実の娘で、その母親にあたる女性が死んでいて、実はそいつをよみがえらせるためなんて可能性もあるのかもな。いや、私もこの今の話聞くまでそうかなって思っちゃってた。そうそうそう、思ってたけどな。って思っただけだ。むしろそうであってほしいって願望だが。そうね、少しでもその方がまだ綺麗やわな、うん、人間らしいというか。なるほどね。根島に蘇らせたいと願うほどの相手がいた可能性となると、そこに当てはまるわけか、うん、理由を探そうとすればそうなるわな。そうだね、ちょっとその心をこう何寄せる、なんかこう欲しいよな。うんうんうん、そう、そういうのがないと、というか、そうそう、ないと、うん、そう、胸クソ悪すぎるから、そう、ただのサイコパスになっちゃうからさ、そうそうそう、付き入る余地が欲しいっていうか、うん、そうそうそう、今ジュサダマを持っているというのも蘇の秘術を求めてのことかもしれないね、うん、そうか、呪い殺すことにしか興味ねえもんだと思ってたが。あの、警部さん。あ？その時の赤ちゃんは、どうなったの？出生届を出されてない子供だったが、回復後里親が見つかって引き取られた。この情報が秘匿扱いになったのも、その子の将来を考えてのことだ。まあね、もしその根島文親が本当に父親なんだとしたら、あ、もう、ねえ、根島文親の娘ってなったら、ひどい当たりになると思うし。犯罪者の娘やし、うん。うん。当たりは強くなると思うから、正しいと思う。あ、無事なのね。よかった。いや、それが誰なのかも気になるけどな。そうだね、絶対に関わってくるとは思う。ねじま事件から何年経ってるんやっけ。ねじま事件って、ちょっとねじま文親か。何年前やっけ。20年以上前。だから大人にはなってる。20年以上前ってことは、まあ少なくとも20歳以上。うん。で、女性。女性。
まあ、出てきてる人物なんじゃないのかなと思うけど。もうね、この辺は高校生組はじゃあ違うってことだな。高校生組はないから。あ、いやー、あるんじゃない。ワンちゃん蝶沢真由あるかもしれんね。全然あると思うで。うん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 、まあ当たりはこの辺につけておこうか。うんうんうん。でつばつけとこう。ペッ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 。古本。さて、少し脱線してしまったが、祝いの手記の続きだけども、ねじまを崇拝する祝いは獄中の彼から情報を得て魔導書を受け継いだわけだが、その情報や研究によって巨額の富を手に入れるチャンスを得た。うん、魔術を成功させたら報酬をもらえるって話だな。魔術うるせえ。うん、その条件を岩に持ちかけた相手だけど、なんとこれが誰だ。山盛り夏江なんですよ。ブラボーブラボー、ブラボー、素晴らしい推理です。ユイボーイ、飛白石鹸の女帝会長山盛り夏江だそうだ。魔女魔女、何、飛白のあの会長がか。ああ、そういうつながり。岩井のメモによると、飛白の女帝は異様なまでに老いを恐れている。はい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 。死ぬのが何よりも怖い。死んでも生き返りたい。美しさを守るためにお金を惜しまない。へえ。魔術や秘術、何でも手を出している。それに対する執念は凄まじいとのことだ。蘇生や若狩りに関する噂には片っ端から支援して徹底的に調べさせているようだね。へー。そのためには金に糸目はつけず魔術にまで手を出すってことか。強欲なばあさんだな。ん？ってことは、今回研究家の白石に、あ、じゃあ、じゃあ、これだ。今回研究家の荒石に金を出して、蘇りの秘術を探させているのも。こいつやな。うん。ああ。今の話の流れだと、飛白の魔女が蘇りの秘術なんて噂に飛びつかねえはずがないだろうね。うんうん。そういうわけかい。ああ、急に若返ったり蘇ったりしてもいいよ。神通力を持っているという設定にしろ。なんか言ってたな、神通力持ちって。言ってたわ。そうだそうだ。なんだよその話は。いや、なんでもない。それで、岩井は魔導書で得た前金をちらつかせ、都合のいい隠れ身のとする母子に付き入った。うんうん、つまり白石俊子と道代の家だね。これは母子にとって不運だった。母子か。これは母子にとって不運だった。さて、ここからマダムにも関係してくる話だよ。覚悟はいいかい。ギクドキ。え、私に関係する、まさか。まさか。何のこと。待って、まさか。気づいたかい。あれ、生贄にされたってこと。周一君も、もしかして。ああ、まあ、山盛夏園の、うん、秘術の生贄は絶対違う。生贄だ。山盛夏園の生贄は生贄。あ、ブブ。いやいや、マダム、落ち着いてくれ。そうじゃない。あら、違ってたのね。じゃあ、何のこと？あ、待って、正解したかった。マダム、落ち着いて聞いてほしい。
白石家を隠れ蓑にした岩井は本格的に魔術の実験を始めた。だから岩井勘吉郎の生贄は子供、子供ってことかな。岩井がやろうとしている若返りの黒魔術には生贄が必要らしいのだけども、それは若い子供の精気を抽出するという魔術だったらしい。じゃあ岩井が、この男が。岩井はねじまを崇拝していた。ねじまを貶めた人間は許せないだろう。また自身も警察に捕まり服役した。その点で警察にも復讐したかったろう。ねじまの恨みを晴らしつつ、警察に恥をかかせつつ、かつ生贄を満たす方法。そうか。その全部を満たすため岩井はシギマハルエの息子を誘拐したのか。なら最初からあの子を生かして返す気はなかったということ。誘拐犯が警察をおちょくるような態度だったのは少し気になっていた。そもそも身代金が目的ではなく、警察の信用を落とすのが目的だったのだから当然だ。岩井は白石道を使って警戒を解き、通学途中の周一少年を誘拐したのだ。岩井、この男が、この男が周一を。おい奥さん、気持ちはわかるが落ち着け。気持ちがわかる、気持ちがわかるですって。冗談じゃない、冗談じゃない。わかるもんか、警察なんかにわかってたまるものですか。こいつが生贄になって馬鹿げた理由で。オーケーマダム、抑えて。ここは刺激が強い。一旦出よう。悔しい、悔しい、こんな。ああ警部、僕らはここで失礼するが、最後に一つ手記にあった大事な情報を伝えておこう。おう、なんだ。岩井は当然ながら昨年仮出獄したねじまにも接触して、支援などいろいろと便宜を図っていた。ああなるほど、そうだろうな。その中で一つねじまのために隠れ家も用意していたようだ。ほう。何？むしろ飛白から得たお金は白石家じゃなくそっちに使っていたようだね。うん、そっちに使ってなかったらこんなボロボロのはずがないもんな。ないからな。ねじまが今もどっかに潜伏しているのとしたいるのいる潜伏しているとしたら、その隠れ家の可能性は高いだろう。何？どこだそれは。あいにくその場所までは書かれていなかったが。いやー、書くくらいのアホであれよ。だが白石道夫もその隠れ家を知っていたようだ。お、ねじまと直接は合わせていないが、隠れ家の掃除などは手伝わせていたらしい。ほうほうほう。ておい、その二人とももう死んでるじゃないか。いやでも白石道夫はまだやっこちゃんの中に、いや違う、やったちゃんの中に生きてるから、生きてるから、うん、なんとかこう会話を試みれば、うんうんうん、みおちゃんがいれば協力してくれるかもしれない。繋がるんじゃないのかな。ね。ああいや、いるのか。そうだ、白石道夫はいる。
もし彼女から証言を得ることができれば、根島の隠れ家もわかるかもしれない。だが、話を聞くっとってよ。それで、マダムの具合も良くないので、僕らはこれで失礼するよ。アリュー。かっこいい。人物リストが更新。岩井勘吉郎。ここまでは、いや、違うな。白石道夫の母親、白石敏子の内縁の夫。一年と少し前から白石家に出入りするようになった。懲役刑に服していた過去があるらしいが、詳しいことは不明。白石家で死亡しているのが発見された。かつては、インチキ魔術グッズや開運グッズを、雑誌広告に載せて宣伝し、売り逃げるという商売をしていた。戦後のものはないけどシンプルで、皆が欲望むき出しだった時代を、懐かしみ、近年の急激に発展して気取った風な世の中には否定的だった。なんかすごい難しい日本語になってよくわからない。もう一度社会を全部ぶっ壊してやり直した方がいいという過激な思想を持ちながらも、社会の吐き溜めをついて、小銭を稼ぐだけの生活しかしていない自分に苛立ちを感じていた。そんな頃、ねじま事件が発生し、大々的に報道されているのを見て、たった一人の男がたった一つの犯行で世の良識を真っ向から否定して気取った社会に大きな亀裂を入れたことに衝撃を受ける。以後、ねじま文親に関する情報はすべて収集し、自分の中に理想像を築き上げては憧れを募らせていった。その後、悪徳商法によって検挙され、その服役中にねじま文親本人と出会い、より一層、傾倒していった。ねじまの夜、すべ夜あたりか。ねじまの夜あたりが、魔術への信奉だったことを知ると、完全に浸水していた彼は出所後、ねじまが隠していた魔導書とその思想を受け継いだ。白石敏子については、ある日パートタイムで働く彼女の要望でいいのか。あ、夜部やって。夜部、へぇ。ねじまの夜部が魔術への信奉だったことを知ると。これ、要望。要望、パートタイムで働く彼女の要望を気に入り、狙いを定める。か、ああ、もう、やだ。か、課長やお、やおさ。課長。課長でいいのか。課長を失った白石家が金に困って、娘の進学もままならないということを知ると、金をちらつかせ、弱みにつけ込み、甘い言葉で取り入っていった。内縁の関係になってからは豹変し、完全に金と暴力で、母子を支配した。魔術への信奉よりも、より強くなり、飛白というスポンサーを得て、白石家に様々な儀式を強制するようになった。反抗したらすぐに暴力を振るって黙らせた。おとなしい性格だった母子は何も言えずに従うばかりだった。そんな中、飛白から金のために魔術の完成をせかされた岩井は、幼子を生贄とする若返りの黒魔術に手を出す。その生贄の対象には、ねじま文親が恨んでいた重間春江の息子を選ぶ。少年の誘拐は警戒させないため、白石道夫に手伝わせた。なかなか言うことを聞かなかったため、この時は母親の敏子を20発殴ることで従わせた。道夫の協力で誘拐した少年は白石家に監禁した。暴れたり逃げたりしそうだったので、道夫に身の回りの面倒を見させた上で、逃げたら道夫を殺すと脅したら、正義感の強い少年は無抵抗になった。この誘拐は警察への支援もあったが、何より秩序の否定を示すため、身代金を要求して誘拐事件とし騒ぎを起こそうとした。しかし報道規制されたために、ねじま事件のように世間に対する大きな波は起こらなかった。イラついた岩井は、生贄の儀式を敏子に行わせた。やらなければ道夫を殺すと脅したら、少年が寝ているうちに実行した。しかし、生贄を捧げても魔術は発動しなかった。岩井は儀式の失敗を敏子のせいにしてなじった。道夫には、殺害は敏子がやったから誰にも言うなと念を押し、少年の遺体を近くの川に投棄させた。少年の小さな亡骸は、本庄をめぐるいくつかの運河を渡って一週間後に隅田川で発見された。汚染された川を何日も漂っていたことで証拠はほとんど残らなかった。それ以後、白石母子は罪を負った残業を誰にも言えずに抱えて過ごすことになる。岩井は生贄こそ行わなくなったが、魔術への傾倒は強まるばかりで、白石母子は金と暴力によってその協力を強いられる日々を続けることとなった。読むのしんどすぎやろこれ。しんどい。くそ。
ちょっと鼻にカーソル刺してやる。鼻に刺すな。ムカつくんだもんなってこいつ。いやね、憧れとか心酔とか、まあね、自分が主張したいこととかがあったのかもしれないけどさ、それでなんでこのさ白石家をこう利用しなきゃいけないし、周一くんもね殺されなきゃいけないんだよって思っちゃうな。嫌い。いやー、嫌なつながりができてしまったね。嫌だね。いやその感じでまだ続くんだね。なるほどね。風に当たって少しは落ち着いたかい、マダム。ええ、大丈夫。突然、誘拐犯が分かって、少し、錯乱してた。意図せず誘拐事件の方が先に解決してしまったね。でもね、カイさん、私、白石道夫には、感謝してる。それは、呪いで誘拐犯を殺してくれたからかい？それも少しある。だけどそれより、白石道夫が、それだけ多くの人を呪い殺しているなら、さぞ、溜まってるんじゃないかと思って。カス。カスっていうカス。ねえ、カイさん。誘拐犯が捕まろうが死のうが、やっぱり、意味なんてない。復讐なんてしたって、何にも満たされないの。あと、ネジマが大量虐殺で再婚を集めるつもりなら、それでもいい。よみがえりは、諦めないで。お願いね。うわー。めちゃめちゃ面白い。いまあそうなったらもうとことんやるわな。そうだね。いやー、結構腹の探り合いがありましたが、警察との。まあ意外にも協力体制を取れるようになったというか、お互いのこう求めてるものが利害が一致したから。うん、そうだね。うん、協力できたし。うん、だし、元その警察官っていうのと、その警察のお偉いさんの娘っていうところで、警察関係者ではまああるといえばあるから、うん、まあ、若干気許してくれてるところはあるのかもしれないよね。あるのかもな。全員警察関係者っていう。うん。面白くなってきてるね。いや、今回だいぶ進んだよ。ねえ、めっちゃ繋がったね。でも、聞いた？うん？あんな人の物語も中盤ですがって。中盤ですが？まだ中盤かい。あれようやく半分です。よし、まだまだ楽しめそうだな。来年まで行きそう。行くかも。まあじっくりのんびり楽しんでこうや。うん、じゃあまた次回。次回で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。撮り始めたのだって去年の3月とかに。1年経ち、あれ？